地域副特本は地域学習のための教材として教科書とは別に制作された副特本。地域副特本または社会科副特本と呼ばれている。小学校の社会科で児童が住む身近な地域を学習する際、住んでいる自治体の学習用に使用。教科書に準じる教材である。かつては3年生で各市町村区 4年生で各都道府県と明確に分かれていたが、社会科科目が1から2年生で亡くなった影響で、どちらも3から4年生用となった。また、中学校地理で使用されるものもある。主に地元の教育委員会、研究会等が発行し、その場合競争入札によって制作会社が選定されるケースが多く、公費で発行し、検定教科書と同様に無償配布される。 各市町村区立の公立学校に配布され、私立学校には配布されないケースもある。限定教科書と異なり必ずしも使用義務はないため、未使用の学校も存在する。農業、林業、漁業等、その地域で特筆する産業や文化がある場合、別途その分野だけの副読本を配布する地域もあり、また海外日本人学校でも、その地域の現地学習用に作成された。 福徳本がある。子供向けの分かりやすい内容であることから、近年自治体のホームページで全ページを公開したり、また、近年数百円の実費で本を販売し、大人への地域情報として活用される例も増えている。配布数が極端に少ない海外日本人学校や、過疎地域の自治体では、コストの兼ね合いから、製本せず、CD o m 等のデジタルデータを代替にするところもある。 平成の大合併のように自治体の広域化が進むと学習範囲が児童が直接経験する身近な地域をはるかに超え一致しない事例が増え副特本の地域性について再検討の必要性が高まっているこの問題の解決策として山口県の大内地区のように合併前の旧自治体だけの狭い範囲を学ぶ地域副特本をそのまま発行しているケースもある 自治体名だけのもの、伸びゆく例例、私たちの例例がほとんどでひらがな表記になっているのは、この漢字がまだ使用学年で履修されていないためである。市町村区の場合、原則的にそれぞれの自治体が単独で発行しているが、藤川口湖町と鳴沢村のように共同で一冊を発行するところもある。下記で特に記述のないものは、小学校で使用されているもの。 ありがとうございます。